はい、というわけで、はい、渡辺りささんの卒業コンサートの円盤が発売されたとのことで、あ、はい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 、今日はあとまた渋谷にこうね NHK ホールがあると思う、渋谷に来てるんですけど、うん、はい、あの円盤のパネル展を行ってきたので、ね、はい、そちらをまず見ていただこうかなと思います。どうぞ。はい、というわけで見ていただきましたけど、はい、まあ、特にメンバーのサインとかもなかったんで、うんうん、あんまり混んでないというか、そんなに来てる人はいつかなかったんですけど、やっぱりだから CD 発売のタイミングがすごい混むなっていう感じで、実は今ちょっと一緒にあの乃木坂のね、ここにはないものの発売、ありましたね、パネル展もあったんで、多分 そっちに見に来てるファンの人がすごい多くて、多かった多かった、だからついでに写真撮っとくかみたいな人が結構いたから、そうそう、なんだ正面から、うん、で入り口から入って、右側の方、奥側の方に。そう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 、パッとパネルがあって、そこにはないものがその正面にあって、が一番でかくね、かなりあって、さって感じで、だからもう多分渡辺さん卒業してからどんくらい経つんだよ、結構経っちゃうから、うんうんうん、だけどまあこれといってなんか目立った活動はないんで、渡辺さん自身も、はい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 、多分今後はやっぱりあんまり演技をしてるとかってイメージはなかったんで、うん、やっぱモデル業メインというか、はいはい、でやっていくのかなって感じはするんですけど、はいはい、どうなんだろうね、ちょっと動きがないから何とも言えないというか、うんうん、やっぱり一期生の人気メンバーではあったんで、はい、やっぱりファンの人もすごい多いと思うし、だから活動を楽しみにしてるというか、うんうん、やっぱりほら桜坂っていうか、まあ、元欅坂は、うんうん、まあ、なんかいざこざがあって辞めてったメンバーが多いから、ああ、なんかファンがそのまま移行してってる感じがあんまり正直ないんですよね。でここ最近のまあ渡辺さんと、まあ、菅井さんはかなり円満な形の卒業だったんで、うんうん、特にスキャンダルもなく、だから多分ファンがそのままついてってる可能性が高いんで、うん、だから菅井さんはなんかこういうことをやりたいですみたいな、いろんなことをやりたいですみたいな感じで卒業していって行ったんですけど、うんうんうん、なんか渡辺さんに関しては今後どうするんだろうみたいな感じで思ってるファンも多いんで、だからまあ早めにまたね表舞台に、うん、なんか荒木優子さんの YouTube に出てたりとかするんですけど、へ、うん、今後の活動が楽しみにしつつ、うん、かでもなんかあんま芸能界に未練があるような感じっていうか、このまま続けなんかスパッとやめそうな感じもしちゃうんで、何年ぐらいいたんですか。あ、だからまあ多分欅坂でデビューだったと思うんで、6年ぐらいはいたのかな。あ、うん、意外にもうやりきったなって。そう、意外だからアイドルだとそのまま引退してる人がそれ多いから、はいはいはい、だからなんか渡辺さんそんな感じがするんですよね、ここに目立った活動がないから、うん、ただでもファンは多分多いと思うから、うん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 、
ちょっとそれを楽しみしつつって感じですかね。そうですね。近くの方は行ってみてください。はい。というわけで終わります。ありがとうございました。はい。